んにちは。私は宇都宮市の歴史大好きみやびーです。今日は宇都宮城の歴史探検ツアーに皆さんをご案内します。宇都宮城は平安時代に宇都宮市の初代藤原宗円が築いたと伝えられています。宇都宮市は宇都宮明神二荒山神社の社務式を兼ねていたため、神社の南側に館を構えました。これがお城の始まりです。中世にこの地を治めた宇都宮市は文武に秀でた一族だったのよ。三代友綱は源頼朝を助け、鎌倉幕府の樹立に貢献。五代頼綱は藤原の定家に京都の山荘の襖に貼る色紙の和歌を選んでもらったの。これが後の百人一首の元となったんですって。それから八代定綱は蒙古襲来の時、総大将として九州に出陣しているし、九代金綱は坂東一の弓矢取りと歌われるほどの武将で、十代氏綱は足利尊氏を助け、越後と神津家の国を任されたのよ。戦国時代になると武田氏や北条氏が下野の国内に攻め込んできたため、宇都宮城はそれら戦国武将に対抗できるよう堅固なお城へと作り変えられていったんです。天正18年1590年、豊臣秀吉が小田原の北条氏を倒した後、宇都宮城を訪れ、関東と欧州の大名に対して様々な命令を出しました。宇都宮城が秀吉の全国統一という大きな節目の舞台となったのよ。江戸時代になると宇都宮市に代わり、譜代大名が代々城主を務めました。宇都宮城は欧州の上杉氏や伊達氏などの外様大名に対する北の守りの要として、また日光東照宮に将軍家がお参りする日光社参の時に宿泊する城として、幕府にとって重要なお城でした。徳川家康の重臣であった本多正純は元和5年1619年に宇都宮城主になると、宇都宮城はもちろん日光道中と奥州道中の付け替え工事など城下町の大改修を行いました。江戸時代後期に描かれた絵図などを参考に CG で再現した宇都宮城を見ていきましょう。城は本丸を中心に二の丸、三の丸とその外側の曲輪からなる輪郭式の構造で、南北約900メートル、東西約850メートルに及ぶ巨大な城郭でした。城の正面玄関にあたる大手門は北の守りを重視し、奥州道中側に面した城の北西側にありました。大手門を入り、三の丸入り口の太鼓門前に向かうと、三日月城の堀で守られた丸馬出しが見えてきます。三の丸に入ると勘定所などの藩の役所が立っていますが、17世紀までは上級家臣の屋敷が配置されていました。二の丸の入り口前には角馬出しが設けられ、敵の侵入を防ぎます。二の丸には藩の政治に関する事務を行い、城主の住居でもある御殿がありました。
正門にあたる清水門は石垣の上に建てられた櫓の下をくぐる渡り櫓門と言われる門で、門をくぐるとまっすぐ進めないようにマス型小口になっていて、敵を撃退できるようになっていました。また本丸の南側には清水門と同様にマス型小口になっている伊賀門がありました。本丸内には将軍が日光社参の際に宿泊するおなり御殿が建てられていました。この建物を取り囲む土塁の上には辰巳櫓、東櫓、北櫓、藤見櫓、清明台の5つの櫓が配置されていました。将軍家は日光社参の時に宇都宮城に宿泊しました。八代将軍徳川吉宗の日光社参では行列の人数がなんと約13万人。日光社参は幕府の権威を示す一大イベントだったのです。当時の宇都宮は日光道中と奥州道中が分岐する交通の要衝の地で、日光社参のほか奥州の大名の参勤交代もあって宿場町として大変にぎわいました。宇都宮の城下には約1万人が住み、さまざまな業種の人が集まり城下町を形成していました。秋に行われた二荒山神社の菊水祭、各町から屋台や出汁が繰り出され、多くの人でにぎわいました。時は幕末。慶応4年1868年の戊辰戦争で宇都宮城は大鳥圭助や土方歳三らが率いる旧幕府軍と新政府軍との激しい攻防戦の舞台となり、その戦火により多くの建物が焼けて失われました。明治時代に焼け残っていた櫓や門が払い下げられ、その後土塁が崩され堀が埋められていきました。さらに太平洋戦争末期に米軍の空襲によって城域を含めた宇都宮の市街地の大半が焼け、当時の面影を忍ぶものがほとんどなくなってしまったんです。しかし2007年、幕末から約140年の時を経て宇都宮城の本丸の一部が復元されました。宇都宮城は宇都宮のシンボル、市民の憩いの場として、これからも私たちを見守り続けてくれるのです。